21st century skills like man。 3月の生放送、はい、ということで、3月の生放送が始まりました。ということで、じゃあ自己紹介ね、こちらから。あ、俺からでいいですか。はい、クラブセクシープロデューサー柴崎一郎です。イエーイ。クラブエスニー試合に武田光成です。よろしくお願いします。イエーイ。クラブキリンの武田です。はい、クラブシューガーリーダーの菅原です。素晴らしい。はい、クラブシューガーリーダーの菅原です。素晴らしい。はい、ということでね、3月のね、終わったんですけど、まあ、やっぱね、早々からのやつ集まってきたなって感じですね。テンプレやめて。あんま強いけど8が休みです。私大丈夫です。いやもうね、ほぼあの8くんが一部くんのイメージでね、セクシーは。確かに。ありがとうございます。ほぼ何も。ありがとうございます。セクシー。はい、ということで。今日はナンバー2の一部くん。全部これからね。全部これからやっていきましょうか。じゃあ、はい。1日だけ回れるなら、スターダムの誰になって何をしたいか。イエーイ。僕は、まあ、正直なんか誰かになりたいというのはないんですけど、ちっていうなら新人になりたいですね。司とか仁とかの顔でやってみたいですね。お、司仁仁だよな、男前だよな。いやもう初回取る数エグいんですよ。うん、もう8割ぐらい取れます、その2人。そうすれば取れんの？僕は取れないんで男メニューだけつきます。おお、男メニュー取れるんだ。男メニューは、ジンクのスタイル。めっちゃ食ってない。男メニューが多分ジンク。負けず1枚だったね。負けずね、あんま関係ないです。はい、僕はですね、シュガーの入って半年ぐらいの、みんな分からないと思うんですけど、タイジュって子がいるんですけど、引くほど酒強いんですよ。ホスト入った理由が酒飲みたいから入ったんですよ。僕めっちゃ酒弱いんで、その引くほど酒強いタイプになってみんな潰していきたいです。リブの方やな、そうだな。リブの方やな。どっちが強いか思い分からないぐらいで引くほど強い。リブより強い。リブは。みんなに引きます。どれぐらい長いのその子？シャンパンの直瓶を炭酸水で何本入れるか。炭酸浮かずに17本。えぐいっすよ。17本。やべえじゃん。でも酒弱いですね。酒強い男になりたいですね。でも売り上げ勝ったの？はい。まあ、酒飲めなくてもええってことですね。間違いないね、それは。強いのに越したことはないかなと。確かに。いや、僕でも、媚びいるわけじゃないですからね。今ここにいるメンバーになっちゃうんですけど。もうちょっとないよ、それは。もうないよ、それは。ちょっと。いいっすか、コビとか売るなよ、これ。僕ね、武田光成さんになりたいんですよ。俺だ、ずっと言いなりたくて。ちょっと売りそうや。一応もう出ましたもんね。コビさんになりたくて、結構自虐よく僕するんですけど、俺ブスだけみたいなのをよくするんですけど、こう、光成って逆じゃないですか。俺かっこいいみたいな。うん、いじってんの。表彰式があったんですけど、表彰式の時にこう、みんなの前に立ってこう喋る時って結構ガチガチだったりとか、まあ、普通の無難なこと喋るんですけど、こうせくんなんかニャンニャンみたいなこと言ってたな。僕年上なのにみたいなメンタルすごいなと思って。知らずそれができるの覚悟と意識の強さ、真のこうしっかりとした感じがやっぱすごいなと思って、やっぱりこうせくんになりたいなと思います。おお、言ったと俺思ったんですよ。まあ、今年もアイドル頑張りなんて言ったんですよ。俺よく考えたらあのまま席に戻れたら恥ずかしくないですか。すぐ横に行かんのよ。立ったの間めっちゃ来ますよ。もう来年今まで思って一日変わるなら、まさとくんかな、専務の。あー、イケメンっすね。羨ましいっすもん。だってなんだろう、なんか楽しそう、お前悪口じゃないですけど、楽しそうって言われて、いろいろ大変なのは分かるんですけど、そういうのは出せないですか。まさと
で、なんか呼ばれるじゃないですか、どこ行ってもなんか、あ、来て来てみたいな、飲もうみたいに言われるんですか。ああいうのはちょっと羨ましいですけど、まさとさんに比べたらもうあれなんで、ちょっと一日変わってみたいです。あれになりたい。え、けど俺さっきなんか今ずっとメンバー見て思ったけど、俺イブになりたいかもしれない。大人なんだけど、イブって暴れてるんですよ、あの感じだから、はい、いやだけどあいつの売り方とかはやっぱ昔から知っとるけど、すごいなんかむちゃくちゃな売り方もしとったわけよ、当時で言ったら。こう2回目のお客さんに200も負けさせるみたいな。ええー、いや、ほんで3回目でもうみたいな、なんかこうお金だけ持ってくるみたいな、お金だけここに宅に置いて、その子は仕事に行くわけで、誰もおらんかけて仕事してチェックして終わりみたいな。ああ、そうか。何それ、結構すごい。人とは違う売り方をしてたけ、あの売り方は俺もできんなと思って、誰かになりたいって言われたらいいかなと思って。全然面白くないな、これ。いや、思ってないや、ちょっと衝撃だったのが初めて聞いてた。すげー、すごい、そういう、すげー、結構イケイケだったよ。面白くはないですけどね。うん、うるせえ。次、やっぱ聞きますか。こう、もうネタバレなしだな。行こうや。やべえ、それって何？何で、ね、え、リート。おー、終わった。スバルとは入ってどれぐらいね、今。確かに。僕まだ1年経たないですね。お、そうなの。すげえ。何歳って。は、今年21です。若いわ。若い。若い。僕がもう今年25になります。これもう後半だろ。さっき、みずきはギリ。今年23です。すごい、21歳何万って。しまったな。 何が楽しい。うーん、そうですね、これは使い道ですかね。何に使うんですか。そうやな。いや、なんか僕自分のために使うより人のために使う方がいいんですよ。おー、かっこいい。自分でブランドものとか買えないんですけど、うん、人には買えるんですよ、お客さんとか。そうです、そうです。いや、あ、いいよ。自分ではちょっと選ぶんですよ。買います、ブランド。僕トミーかもしれない。トミー、お前夢ねえな。なんでよ。でも先ほど将来やりたいことがないんですよ。気になる。気になる。スバタ君多分相当気になってるよね。みんなあるの。何かしら決まってるもん。4一周したいか。キャンピングカー買って。いつでもできるんですか。できんよ。仕事しながらね。仕事しながら。ホストなんか収録ないんで無理や。確かに。え、なんせ僕ハンバーガー屋さんしたいです。玄関売れるんですか。玄関はハンバーガーあんまりね、儲からないんですよ。儲からないんですけど、いや、ハンバーガーが好きなんです。普通になんかジャンプを刺してこう食うハンバーガーあるんですか。ああ、あんなをこうしたいなとは思ってますけどね。儲かりやすいんですけど。スバル君に1個も聞いてねえよ。スバル君面白いね。俺はちょっと興味ないけど、興味ないけどな。興味ないけどな。リチゴ君はないですか、したいの。もうでも人生いいじゃん。もう人生もう終わりじゃん。仕事はもう1000ドルいけるっしょ。仕事やけど仕事せん人生は面白くないやん。深いっすね。多分俺いくらかなって仕事しとるよ。絶対ニートなんかありえないですか。いや、ニートできる。ほんまの夢やったら。でも俺結構ニートしながらできんかお金入ってきた人生ね。金じゃないんだよ。1、2ヶ月だけだと思う。飽きるよ。飽きるわ。それもないもん。僕夏休み飽きなかった。何しとったの。何しとったの。でも遊び行っても楽しいし、家を行ってもなんかゴロゴロしてるしかったから、ね、毎日ゴロゴロしていいよって楽しかった。うん、逆にたまにあるけ、たまにあるからさ、お金に困らなかったら、ね、そんな金困ったの。大丈夫。今心配な先輩3000円くらいしたら夢でしょ。はい、ということで、はい、次のナンバーワンストーク、これにて終了といたします。ありがとう。いやいや、